しかし遅えな、そやな兄貴。この間の後楽園で試合終わって一晩寝ずに考えるって言ってから何晩経ってんだ、本当に。相変わらず返事が遅い。返事が遅いやつはろくなやつはいねえんだよな。大体ワイルドとかって言ってるけど、少年はどうか分かったもんじゃないし。どうですかね、あいつがどういう返事を持ってくるのか。試合終わって僕の方からもう一度ワイルドの道を極めてみないかと歩み寄ったんですけど、あいつの返事はどういうもんなのか。ここはかつてワイルドに行き詰まった時に彼といろいろ話し合った思い出の場所もあるんですよ。なので俺が返事を待つと言ったら、間違いなく曽谷の兄貴はここに来ると俺はそう思ってます。今日は曽谷選手が来るまで待つと。はい、来るまで待ってますよ、はい、立って待ってます。立ってやっと過ごしやすい季節になってきたと思ったらまだ蚊が出るな。しかしどんだけ待たせれば気が済むんだ、あいつは。一晩どころか二晩、三晩、もう一週間経ってんじゃねえか。あれ、本当に相変わらず返事が遅くてのらりくらりな野郎だ。もうのらりくらりなんてものはもうリックフェアだけで十分なんだよな。そっちにいたのか。しかし何でもこうやって一つ一つ返事をするのが遅いんだろうね。森さん、それであの例のあの人と例のあの人返事が遅くてダメになったんじゃねえのか。おお、それは何聞いて。森さん、おせえなお前。いや、森さん、約束の場所にこうやって行ったじゃないですか。ただここじゃないんですよ、約束の場所。向こう、もうちょっと距離があるんですよ。あー、そっか、この向こうか。ちょっと似てるか。入り口ですから。そっか、向こうですから。もっと、あ、そう、はい、いやー、どうすんだよ。何ですか。もう一回ワイルドの道を極めるのか極めないのか、ちゃんとした返事が欲しいのか。よく見ましたよ。いつ。いや、もうあの日です。誰に。誰にって見ました。いやいや、質問したの俺じゃん。いや、だから、復帰戦やって大間さんに返事をもらいました。その後、全日本プロレスさんが会って秋山さんと試合しまして、はい、試合をし終わった時に、うん、組んでやると、やってやると。いや、それマスコミの皆さんにでしょ、返事したの。俺に言ってないじゃん。いやいや、一緒でしょ。え、違うよ、全然何にも知らない。俺一切もそういう新聞とか雑誌とか見てないし。一緒じゃないですか、大間さんの方が。ここにいる人に言おうが一緒じゃない。いや、一緒じゃない。それ俺に言わなきゃ。そこに言う。それはもう筋が違うだろ、筋が。牛筋が違うだろ、牛筋が。何牛筋なんですか。筋が違う。裏筋かもしれないじゃないですか。やめろ。何の裏筋が知りませんけど。ちゃんとどうすんだよ。え、俺たちもう一回ワールドの道を極めるのか極めねえのか。いや、正直ですね、なんだ、おもさん寝ずに考えたわけじゃないですか。これはね、さすがにもう2試合したんで、寝ちった、ね、いや、ね、寝ようとはしなかったんですけど、まあ、本当真剣に目を閉じてですね、こうやって考えてたんですよ。そしたら朝だったんですよ。で、寝てたんだ。いや、寝ちった。寝てはいないですよ。ただ今日はですね、おもさん誕生日近いでしょ。だからもう終わったよ。これ、お土産持ってきたんで。花火玉か。立派な長野の花火玉だ。これ気をつけ、開けるに気をつけてくださいね。お、お土産です。ああ、お土産今日でしょ。行ったら分かってますね。取りながらつけて。それ、これ開けていいんですか。せっかくなんで。
ってもいいですよ。気をつけようね、本当に。食われるかもしれないんで。しかしよ。丁寧にやってるでしょ。で、これもこれで、嬉しいんだけどさ。まあ、一回ワールドの道を極めるのか極めないのかどっちなんだよ。いや、やってやりましょう。モンさん、やってやりましょうよ。やっぱり。この間のね、やっぱ秋山さんとシングルマッチやって、もうあそこまでボコボコにやられてね、引き下がれないでしょ。引き下がれねえよな、ね、こっちの肩もね、ボコボコにやられた方が、まあなんだろうが、必ずね、リベンジをしたい。まあ、そういう気持ちがあるんで、モンさん、ここは。ワイルド、もう一度ゲットワイルド、やっちゃいましょうよ。ねえ、どうですか、ユウ、ゲットワイルドやっちゃう、やっちゃいます。ユウ、いや両国も最強タッグも出ちゃう、出ちゃいなよ。オッケー、出ましょう。よいしょ。なんだこれは。これ、あの畑で採れたやつです。あー、立派な、ヘチマだな。ここ、ヘチマじゃないですよ。なっ、どこだ。ハロウィン近いから、かぼちゃ買ったんですよ。あー、なるほど、ハロウィンつながりだ。まあ、煮たり、焼いたりして食べ方は、お店に任せますよ。それは今の自身のこととかけてるのか。煮るなり、焼くなり、好きにしてくれと、俺を。そや学ぶ、この俺を全日本のマットで煮るなり焼くなり好きにしてくれって、そういうことか。かぼちゃを好き。俺じゃないですよ。俺がお店の肉なり焼くなりしますよ。してやりますよ。いやいや、俺がそれだったら条件は任せたよ。もう一回。すごい、お店さん、ゲートワールドさん、かぼちゃは生で食べれるんですよ。ぜひ。いやいや、今すぐ、そう、今すぐ食ってください。オムさんこれ食ったら俺食いますよ。 どこが上か下かよく分かんねえからさ。オムさんこれを食べてくれたら、どっからかじっていいか、タッグ組んでやってもいいぞ。どっからかじっていいのか、こっちが上かこっちが下か分かんないよこれ。いや、上からも下からもかじってくれよ。まあそういうことで、オムさん、俺たち。でもこれよく見てるとさ、こないだやられた憎たらしいやつの面に見えてるんじゃないか。秋山純に見えてこねえか、このかぼちゃが。そういう言い方していいのか。どういうことか。髪型が一緒ってことですか。そういうことですか。よく言っとくよ、そういうふうに。うちの秋山社長にそう言っとくわ。あんたスパイだな。かぼちゃがこうだらこうだら言ったっていう。そうやって、あれでしょ、組むといて、たきつけてやるぜ。組む詐欺をやろうとしてるでしょ、今。何が、ね、ゲットワイルドやります詐欺。いやいや、俺はとことん、それで俺をはめ落としてるんじゃないですか。いや、俺はもう一度腹決めたらとことん地の果てまで行くぞ。一人で行ってくれ。続いては、いや、僕は天国にしか行かない。付き合ってくれよ。そしてまた二人がタッグを組む証を残そうじゃないか。そこまで見ながらやりましょう。じゃあ、これ一晩水につけなきゃいけないから、俺は先帰る。ありがとう、かぼちゃ。一晩水につけるってどういう意味ですか、それ。今すぐそこで食べろ、大森隆夫。おい、逃げるんじゃない。まあ、大森さんはね、ヘッドワイルドやると言ってくれたんで、私も大森さんのあのその気持ちにね、応えて、必ずそれだけ喋れば喉も乾いたわ。乾いてた、早いな。そしたら最後はさ、はい、いつもの俺たちのあれで会見締めようじゃないか。なんすかそれ。あれってゲットワイルド、そんな新しくちょっとっけ、こんなの新しいじゃないですか。どんなだったっけ。ないか。それノーフィアじゃないですか。髪型はノーフィアっぽいですよ。なんかなかったっけ。なんかない。そのね、最初からじゃあこれやりますって考えますよ、それって。形にとらわれてるんですよ、大森さんは。そうだ。我々は形にとらわれないのが我々でしょ。そうだった。
ってことは俺たちはワイルドに危なく見失いかけてた、はあ、ってことで俺たち桃さん、この先何が待ってるか分かんないですけど、分かんねえな、うん、俺たちはやっぱりワイルドですから、ワイルドを極めるということはワイルドに生きていかなきゃいけない。全くその通り。ということで今日からタッグもう一回組むから、みんな見ててくれ。ワイルドに行こうぜ、行こうぜ。誕生日47歳おめでとう。40過ぎたら年が分かんなくなりました、その先。じゃあ47になった心境を最後に向かいますから。それじゃあお疲れ様です。まあおい、まあいろいろ今後これからもまだまだ紆余曲折、ワールドの道と同じようにですね、それぞれ選手と組むことで、もうすでに道は平坦ではないですけども、必ず我々でタッグを組むことの結果と、そして結果を出します。ありがとうございました。